事件、ハーメルンの笛吹き男、だー。いやいやちょっと待て、ハーメルンの笛吹き男って、おとぎ話なんじゃないの？この話は確かにグリム兄弟が編纂したグリム童話にも収められているが、その原点は13世紀に見られ、むしろ世界史の領域だと言える。以前から何回か言っている通り、神話や伝承も、立派に世界史の一部だからな。そして、ハーメルンの笛吹き男に関しては、個人的には実在の事件だった可能性があるのではないかと思っている。ハーメルンの笛吹き男は、日本で言うと、一寸法師や、カチカチ山のようなもので、地域や時代によって話の内容が大きく異なる。グリム童話で有名なグリム兄弟の他にも、ファウストなどで有名なゲーテも主曲化しており、様々なバージョンがあるんだ。ゲーテって何者だい？ヨハン、オルフガング、フォン、ゲーテ。ワイマール公国の宰相を務めた男で、若きウェルテルの悩み、ファウストなどの有名な著作を残しており、世界史上最高の天才の一人とさえ言われている。ゲーテは古典を詩にするのが好きで、代表作、ファウスト、ももともとドイツでは有名な伝承の一つだった。ハーメルンの笛吹き男、もドイツでは有名な伝承の一つで、ゲーテが詩にした後、シューベルトが曲をつけているぐらいさ。そいつはすげえや。話の大筋はこんな感じだ。13世紀、ドイツのハーメルンの町は、ネズミに悩まされていた。ネズミチューチュー。そこに、パイド、と言われる服を着た男が現れ、ハーメルンの市長に対して、ネズミを退治したら報酬が欲しいと持ちかけてきた。ハーメルンの市長はそれを承諾する。パイドを着た男が笛を吹くと、あら不思議、ネズミが男の後に列になったではないか。男はそのまま川に向かい、ネズミはそのまま川に入っていった。チューチュー。しかしネズミがいなくなってもハーメルンの市長は男に約束の報酬を支払わなかった。男は再び笛を吹き、今度はネズミではなく、ハーメルンの町の子供たちを連れ去ってしまったのだ。この先の展開は話によって異なる。男と子供は忽然と姿を消してしまったパターンや、男と子供の後をつけた者がいて、様子を見ていたが、男と子供は洞窟に入ってしまい、その入り口を塞ぎ、二度と子供たちと男は出てこなかったというパターン。これが大まかな、ハーメルンの笛吹き男、の話だが、原点となるともう少し短い。1284年、6月26日、色とりどりの衣装で着飾った笛吹き男に、130人のハーメルン生まれの子供らが誘い出され、コッペンの近くの処刑の場所でいなくなった。これはハーメルンの教会のステンドグラスに残されていた記録であり、未解決事件、であると言ってよいだろう。元は実際にあった事件だったのか。奇怪な事件だが、そう考えてよいだろう。でも、ネズミのエピソードは元々の話にはないんだね。現在の研究では、1559年にネズミのエピソードが追加されたと見られており、それ以前の笛吹き男にはネズミの記述は見られないという。どうしてネズミのチューチューエピソードが加わったんだろう。おそらくだが理由は二つあると思う。それは何かね、聞いて信じよう。ペスト、と魔女狩り、だろうな。魔女狩り、自体はかなり昔からあって、フランスの大英雄、ジャンヌ・ダルク、も魔女だとされて家系に処されているぐらいだ。詳しくは、ジャンヌ・ダルク、を見てね。魔女狩りはキリスト教における異端審問の一環で、12世紀頃から存在していたと言われる。異端審問に関しては、トマス、トルケマだ、を見てね。魔女狩りが本格化したのは、ルターによる宗教改革が起こってからだ。この動画で何度か語っているように、キリスト教徒にとって、異教徒よりも異端の方がはるかに許せない存在であるらしい。キリスト教徒にとって異教徒は、まだ素晴らしい教えに目覚めていない人であって、まだ救いの余地が残された人であるらしい。一方異端は、悪魔の教えに堕落した人間であり、救いようのない人たちであるらしい。ルターの宗教改革によって、西欧にカトリックとプロテスタントという二大潮流が生まれた。その結果、異端審問は激化し、魔女裁判があちらこちらで行われるようになったんだ。
それが、ハーメルンの笛吹き男、と一体何の関係があるのかね。魔女の宅急便、を思い出してほしい。ある動物が魔女の相棒だったはずだ。確か黒猫だったねー。魔女狩りの犠牲になったのは、人だけじゃない、数えきれないほどの猫も犠牲になった。ひどい。その結果、街中にネズミが溢れるという結果になってしまったわけさ。それで、ハーメルンの笛吹き男、にネズミが溢れたエピソードが付け加えられたのか。ルターの宗教改革が1517年、ネズミのエピソードが追加されたのが1559年。この魔女狩りは、さらにペストの大流行を招いたとも言われている。ペストの感染源はネズミだ。そのネズミが大発生してしまえば、ペストに感染する人は爆発的に増える。ペスト菌の発見は、1894年、日本人の北里柴三郎によるもので、当時は病原菌なんてことさえわかっていない時代だが、それでもネズミが増えればペストが増えるぐらいのことは人々にはわかっていたと思う。それもまた、ハーメルンの笛吹き男、にネズミのエピソードが加えられた理由か。あくまで推定だがな。闇深いねー。原点となった、ハーメルンの笛吹き男、の話だが、こちらはさらに闇深いと言えるかもしれない。この事件については、昔から様々な人々がその真相について推理してきた。ある神学者によれば男は悪魔であるとされるし、ある書き込みでは男は魔術師であったとされる。ある者は何らかの自然的要因で子供たちが死んだと主張し、ある者は男は死神の象徴であると主張する。この話の子供たちもペストによって死んだのだと主張する者もいるね。ペストってそんな昔からあったんだね。少なくとも、6世紀のビザンツ帝国皇帝である、ユスティニアヌス帝の時代には確認されているからね。実際にはもっと前からあったかもしれない。ペストは別名黒死病とも言われ、人々が苦しむ様は、忍ぶ痘、と呼ばれた。さっきも言った通り、この時代に病原菌なんて概念はないから、死神が子供たちの魂を連れ去ったのを、象徴的に記録したのがこの事件だったというわけさ。なるほど、納得できるね。ただ、現在では別の説が有力視されている。ほうほう。それは、東方植民をするために、町と親たちを見捨てて出て行ったとする説さ。11世紀から、ドイツでは、東方植民、と言われる東方への移住が盛んに行われていた。有名な、ドイツ騎士団、なんかも東方植民の一環で、1230年にはドイツの東方に、ドイツ騎士団領、が形成されているぐらいだ。このドイツ騎士団領が、後のドイツの中心となるプロイセンになるわけだが、笛吹き男、は東方植民を促した人物だったとする説さ。子供は冒険が好きだからねー。実際、現在でもドイツ国内には、ハーメルン以外にも、ハーメルン、の名前のついた地名がいくつかあり、この時の子供たちが開拓したのではないかと言われている。この説に関する研究はかなり進んでいて、笛吹き男、は現在のチェコにあたる、モラビアの地への植民運動を推進していた。オロモウツの司教である、ブルーノ、フォン、シャウンブルクの命を受けたものではないかと推測されている。当時のボヘミア王、オタカル2世は、シャウンブルク司教に、東方植民を促すよう相談しており、ハーメルンの笛吹き男は、その一環であったと見られているのだ。当時のドイツでは、長男だけが土地を相続できたからな、東方植民に夢を乗せる次男以下の人たちが多かった。また、この時期の欧州東方は、ある理由で極度の人手不足になっていたという理由もある。ある理由？モンゴル軍の襲来さ。ポーランド、ドイツ連合軍が、モンゴル軍に惨敗した、ワールシュタットの戦いが1241年、この事件の約40年ほど前だ。ある説によれば、モンゴル軍の侵攻により壊滅した、現在のルーマニアにあたるトランシルエニアの地に、子供たちは移住したのだという。実は、ハーメルン氏も、この、東方植民説、を支持しており、集団失踪事件が、やがてネズミ駆除の伝説と統合された、という見解を示している。なるほど、納得できるね。それにしてもこの事件、言うほど闇は深くないじゃないか。
東方植民説はね。え？個人的には少年十字軍説をしたい。なんだいそれは？世界史上でも最も闇の深い事件の一つだ。十字軍というのは、キリスト教徒の側から見ると、イエス、キリストの生まれ故郷である、聖地エルサレムの奪還運動だ。だが実際に聖地エルサレムを奪還した十字軍は、そこでイスラム商人から略奪の限りを尽くした。やがてエルサレムは再びイスラム勢力の手に渡り、十字軍は継続されたわけだが、第4回十字軍の後、少年少女による少年十字軍が結成された。少年十字軍は一体何をする組織なんだい？もちろんイスラム教徒から聖地を取り戻すべく組織された集団さ。取り戻せたのかい？いや。どうなったんだい？それ商人によって生まれた。恐ろしい事件だよ。万単位の少年少女が集められたが、最終的にはエジプトのアレクサンドリアで、奴隷商人によって全員売られたんだからな。そこすらない、人の悪意というものを感じるよ。ドイツでもこの少年十字軍の話はあって、奴隷商人にこそ売られなかったものの。アルプス山脈を越えるのに、ほとんどの少年少女が生き絶えてしまったと言われている。しかもローマにたどり着いたものの、ローマ教皇に説得されてドイツに帰り、実際に故郷に帰れたものはほぼ皆無だったという。ハーメルンの笛吹き男は、この少年十字軍の暗喩か、あるいは奴隷商人だった可能性が、随分昔から指摘されているんだ。ウプ主は高校生の時、その説を知って驚愕したものさ。ハーメルンの笛吹き男には、この通りたくさんの説がある。救いのある説もあれば、まるで救いのない説もある。結局真相は不明なままだが、どの説を信じるかは、その人次第であるだろう。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。